合施設で館内物流管理を構築する5つの要素のうち、情報についてご説明します。複合施設においては、施設のキャパシティを超える搬出入の車両台数や配送作業に伴う駐車時間や駐車スペース、日々変動する荷物の量、入館する人の数など多くの要素が重なり、連鎖的に課題が生じます。そこでポイントになるのが、人、物、車の数を把握する情報の収集です。施設内の荷物の動きを把握する館内物流システム、車両や人の入館を把握する入館管理システムを活用し、荷さばき駐車場の搬入スケジュールを管理することで、円滑な人、物、車の流れを実現します。また配送会社から複合施設に配送された荷物を集約し、その情報を一元管理しているため、当社の館内物流管理のスタッフに問い合わせていただければ、館内の荷物追跡が可能です。さらにシステムで一元管理されている人、物、車の情報をレポートとしてご提供できます。実績データは施設計画や課題改善のヒントとしてなど、さまざまな活用方法でご利用いただいています。このように人、物、車の情報を管理することで、抜本的な改善を図ることが可能になります。